いにくの雨で今日は薬かけができなかった。いや、びっしりなってるから。今年はね、いつもの年より いっぱいになってたから、仕事が大変。適かに。適かに。あ、適かにね。でも今年はね、いろんな被害、害虫被害とか。ちょっと、ありそうなんで、それは気をつけて、いいもの出せるように、はい、よろしくお願いいたします、はい、早速、拝見しに訪問しました、はい、じゃ少し写真を撮らせてもらったりして、はい、どうぞどうぞとね、こっちがコースコース青いですね、今ね青いですね、はい、青くちょっと水分含めてますね。これがだん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 実って、ちょっと色づいてきた頃、そうそう収穫ですね。楽しみだね、でそこから色が違いますけど、あっちは豊水、豊水になる、色が色づいて最初からこういう色なんだね。そうそうそう、もう最初からこういう、粒も若干こっちの方が大きい感じがしますね、あ、よくなってます、はい、こうやって実らせるまで、あの日々、心配事が多いんですよね、はい、こんにちは。またちょっと農園変えまして変えまして、にっこり農園に訪ねてます、いや、これはどうですか。今年も順調でしょう。順調でしょう、よかったよかった。ガッツポーズです、それでもね、ただ ここら辺がね、一番カメムシがいるところなんで、カメムシ、今年は多いんで、それの防除をしなくちゃいけないですね、カメムシ対策、まだ何回かその対策をしないと。そうそうそう、これはずっと先ですからね、10月入ってから月以降、12月まで、いいかなって感じだもんね。そうそうそう、いや、これがあんな巨大なものになるんで、まだまだ今のところ、なんだろう、これピンポン玉より大きい、ゴルフボールあるなしぐらいかな。ゴルフボールぐらいで、ちょうど今の大きさは。これが 700g ぐらいまで育つんだよね。そうそうそう、こんな大きいのに、このぐらい、こんなに、そう、シャリッとしてみずみずしくて、そう、あのメロンの子分ぐらい。そうだそうだ、メロンの子分ってぐらいの大きさ。いいですね、すごい。でも本当びっしりになってるから、来てほっとしました、カメムシでもうすでにやられちゃったかなと思ったけど、いやいやいや、まだまだこう影響を見ながら対策していくんですね、わかりました。